ジェローム・ティルマンはアメリカ合衆国出身のバスケットボール選手である。ポジションはセンターパワーフォワード。身長201センチメートル、体重108キログラム。仙台89アーズに所属している。オハイオ大学に入学し、1年時には先発5試合を含む21試合に出場し、カンファレンスのフレッシュマンオールチームに選ばれた。2年時には カンファレンス7位の平均14.6得点、カンファレンス4位の平均8.2リバウンドを上げて、カンファレンスファーストチームに選ばれた。3年時には平均13.3得点、7.6リバウンドと成績をやや落とした。大学4年間でそれぞれ歴代8位の1635得点、860リバウンドを上げた。その後、フランス、ドイツ、スペイン、 イスラエルを経て、2013年に来日し、レバンが北海道に入団した。2014から2015シーズンにより、副キャプテンを務める。2015年4月から5月にかけての NBL イースタンの月間 MVP に選ばれた。2015年5月、レバンが北海道との2015の16シーズンの契約を結び、シーズン終了後、契約満了により退団した。 B リーグ初年度になった2016から17シーズン、名古屋ダイヤモンドドルフィンズに移籍し、2年間在籍した。2018から19シーズン途中、B2 の仙台89アーズに加入。40試合出場ながら、チームトップの平均22点を記録し、東地区2位に貢献し、翌年も残留した。ありがとうございます。